ハレリア、アメン。こんばんは、ハレリア。ハレリア、アメン。アメン。お元気でしょうか。今日は木曜日で祈り会がありましたね。祈り会が あった日はですね、やっぱ油注ぎが強いんですよ、皆さんね。なんで旧牧師はいつもそんなに楽しいんですか。ですね、なぜ楽しいか、天国の楽しさでしょうかね。ストレスのない楽しさというか、もうその苦しみがない楽しさというか、救われた楽しさというか、希望に満ちた楽しさというか。はい、ヒカルさん、ハレリア、アメン。多くの人は人生は苦しみだと考えてますが、それは間違いなんですね。苦しい人生は本当の人生じゃないんです。罪があるから重い、重荷を負って歩いたら楽しくないんです。皆さん、10キロのお米を持って遠足に入れ楽しいですか。皆さんは20キロのお米を背負って、人生を歩いているようなものなんですね。楽しい遠足は、荷物を持たないことなんですね。私たちクリスチャンはですね、軽い荷を負っているというか、あ、ちょっとリュックサックを。皆さん、多くの人は、まあ、荷物を背負って歩いていると思うんですが、このリュックサックはもう軽いわけですね。もう空に近いね。で、あのクリスチャンはこういう軽い荷物を背負ってもう歩いててですね、もう軽いから楽しくてしょうがないね。もう遠足ですから、全然重くないね。疲れないしね。でも多くの人はですね、もうこの中にこの20キロぐらいのお米が入って歩いてますから、もうそんなんで歩いたら疲れちゃってですね、楽しくないのですね。ですから皆さんね、人生は苦しいとか辛いとかいうのは、それが人生ではないんだということです。苦しいのが人生だ、疲れるのが人生だと思ってるのは、それはサタンに騙されてね、それが当たり前になっちゃってるし、またそんな人がたくさんいるから、みんながそうだから自分もそうだみたいに、そうじゃないんですね。人生が楽しい人もいるんだということですね。いや、むしろ、ね、人生が楽しくてね、こう本来はですね、生きることが素晴らしいことが本来の人生だということですね。しかしその本来の人生になるためには、天国の神の国の門を通らなければならない、入り口を通らなければならないということですね。あの、死んだら天国行きますけれども、死んだら天国行くんですが、この人生においてもですね、目に見えないけど、目に見えませんが神の国があるのです。まあ見えるとしたら教会でしょうかね。教会が、まあ、神の国と言ったらいいでしょうか。まあ、建物が教会ではないんですね。なんて言ったらいいでしょうか。領域と言ったらいいでしょうかね。空間と言ったらいいでしょうかね。イエス・キリストを信じる人たちが集まるところが神の国なのです。そこはですね、喜びがあり、平和があり、楽しさがあるんですね。まあ、教会にね、皆さん来たことない人がたくさんいると思うんですが、まあ、油すぎのない教会だとあまり感じないかもしれませんが、油すぎのある教会に行くとですね、あ、なんか違うなみたいなですね、なんか楽しいなとかですね、この世とはなんか違う空間、この世と違う領域があるんだなということを、やっぱり見なければ分かんないかもしれません。体験しなきゃ分かんないかもしれませんね。まあ、そういうわけでですね、皆さん、
ストレス社会の中に皆さんがいるんだということですね。で、そのストレスというのは結局はですね、霊的な砂漠のような感じ、またギスギスした、悪意と敵意といじめ社会みたいな、楽しくない居場所がない、自分を認めてくれないね、邪魔扱いされる、何かこうディスられる、ディスられて楽しい人いないでしょうね。私だってあのこのニコ生でディスられてますけども、ディスられて楽しい人はいません。まあ伝統してるからしょうがないからディスられてるんですが、まあできればディスないでほしいと思うんですが、皆さんがそのディスるのはそれは罪のせいだよということですね。皆さんもですね、ディスりたくてディスってるんじゃなくてですね、悪霊に、Q をディスれ、Q をディスれと心の声が聞こえてですね、皆さんもしたくないけど何か、ディスんないと落ち着かないみたいな、ディスらないと悪霊に怒られるみたいな、まあ、そんな感じでディスってしまうんではないかと思うんですが、したくないことをしてしまうというのが罪ですね。それは罪の奴隷ということですが、でもですね、人をディスるというのはですね、神をディスるということなんです、ね、人を呪うというのは神を呪うことなんです。人に暴力を振るうということは神様に暴力を振るっているのです。人を責めるというのは神を責めていることになるんです。それを教えてくれたのが十字架です。十字架はイエス様が暴力を、ね、振るわれて、イエス様が椿をかけられて、イエス様が罵られて、イエス様がその傷つけられているのが十字架です。皆さん、罪というのは神様に対する罪なのです。皆さんがね、暴力を振るということは神様に対して暴力しているのです。皆さんが、人を憎むということは神を憎んでいるのです。皆さんが人に対していじめるということは神をいじめていることなんです。多くの人は、いや私は神様に対してやってるんじゃない、人間に対してやってるというかもしれません。しかし、全ての罪は神に対する罪なのです。人に対する罪も神様に対する罪であり、神に対する罪も神様に対する罪であり、自分に対する罪も神様に対する罪なのです。神様は罪を教えるために罪に苦しんでいる十字架を見せているのです。十字架というのは罪によって神に罪を犯している人間の罪を示しているのです。ですから十字架を見て、ああ私がイエス・キリストを十字架につけてしまったんだ、私が罵ったんだ、私が唾をかけたんだ、私が傷つけたんだと、そのように思う人は幸いです。自分の罪が見えるからです。皆さん、十字架を見るというのはいろんな意味がありますが、一つは自分の罪を見るということなんですね。ぜひ皆さん、まだ私は罪はないよ、私悪いことしたことないよ、犯罪も犯したことないよというかもしれません。確かに日本人はいい人が多いかもしれませんね、真面目な人が多いかもしれませんが、いい人ほど、真面目な人ほど、誠実な人ほど、いい人だと言われる人ほど自分の罪が見えないのですね。自分の罪が見えない、むしろ明らかに罪を犯す人の方が、ああ私は罪人だ、私は罪人だ、罪を犯した、ああイエス様罪を許してくださいと罪が見えるわけですね。まあ、日本人がクリスチャン少ないのはやっぱり日本人が比較的
善良な人が多いからかもしれませんね。先のものが後になり、後のものが先になる。いい人ほど後になる。いい人ほど後になる。悪い人の方が先になる。強盗や酒税人や、その悪い人ほど、悪い人ほど神の国に近いと書かれていますね。しかし、すべての人が罪を犯し、すべての人が許されなければならないのが聖書の教えです。いい人だから救われる必要がないとか、いい人だから神はいらないとか、そんなことではないのです。神様はすべての人を憐れむために、すべての人を不従順の中に閉じ込めたと書かれています。誰でも、誰でも救われなければならないのです。誰でも、誰でも神様の憐れみを受けなければならないのです。私たちは、私たちは一体何が問題で苦しんでいるのか、一体どうすればいいのか、どう生きればいいのか知らなければなりません。多くの人は人間が何なのかを知らない、人間の罪を知らない、救われなければならないということを知らないのですね。ぜひ皆さん、大事なことをしっかり理解しましょう。私たちは人間ではないでしょうか。人間が人間では、人間とは何かを知らなければ、ただの猿になってしまいますね。私たちは猿ではないのです。私たちは動物ではないのです。神様に似せて作られた、神の似姿として作られた存在なんです。しかし、神に似せて作られた人間が神から遠く離れて猿になっているのが人間なのです。皆さん、猿として生きてはいけないのです。猿として生きてはいけないのです。私たちは神の子として生きる必要があるのです。神の子として生きる必要があるのです。またイエス・キリストによって神の子になることができるのです。皆さん、欲望に従って生きるのは動物のようだと聖書に書いてあります。罪の中に生きるのは、動物以下かもしれません。動物でもあんまりいじめをすることがないかもしれません。人殺しをして、欲望的に生きるならば動物以下かもしれません。多くの人は、動物のように生き、動物以下のように生きたいです。リトルさん、イエス様のために LTA で働きたいです。でも私は弱いです。弱さを怒ってください。リトルさん、弱さを怒ってください。弱さにキリストの力が働くのです。弱いからこそイエス様が必要なのです。弱いから神の力に期待するのです。強い人は神を必要としないのです。皆さん、弱さを誇りましょう。弱さを誇りましょう。弱さに神様が働いてくださるのです。特に日本はストレス社会ですね。皆さんも、ストレスが多いから、引きこもる、ストレスが多いから会社を辞める、ストレスが多いから、人を避ける。第三ハレリア、こんばんは。イエス様に祈ります。アメン。どうして、日本は特別にストレス社会なんでしょうかね。ちょっと皆さんにテストしましょうね。皆さん、世界に比べて日本はストレスが多いと言われています。なぜ日本は特別に、ストレス社会なんでしょうか。皆さん、今まで、伝道部屋で学んできましたので、答えを書くことができると思います。はい、それではテストです。なぜ日本はストレスが大きいのか、なぜストレス社会なのか、皆さんストレスで苦しんでいるから分かると思います。はい、
テストです。ストレス社会の、日本はなぜなのかということですね。リバイバルが起きてないからです。信仰が弱いから、汚職が多いから、悪魔がいるから、油注ぎを受けてないから。イエス様の愛を受け入れてないから、悪魔がいるから、経済が成功したから、みんな豊かになってるから、靖国信者がいるから、罪人が多いから、真面目で勤勉な人多いから鬱になるんだ、霊的大掃除をしていないから、偶像崇拝してるから、本当の信仰を知らないから。はい、ありがとうございます。真理を知らない、知らないのえ、真理を知らないから。はい、ありがとうございます。アメン。ストレスというのはですね、ストレスというのはある意味ではその、まあ、責められている、脅されている、圧迫されている、無理強いされているという、そういう感じですね。簡単に言えば、まあ、人間は罪の奴隷ですから、奴隷だからと言ったらいいかな、仕事の奴隷、お金の奴隷、社会の奴隷になって、今日祈り会に来ましたよ。アメン。皆さん、罪の奴隷だからストレスが多いのです。そしてサタンがですね、皆さんをこき使っているのです。まあ、あの会社とかですね、そういう仕事も皆さんは、こき使われているから、仕事がきつい。なぜこき使われるか、今不景気だから、この人をこき使わないと会社が利益を得れないという、利益のためにこき使われている。つまり人間が人間として認められているのではなくて、利益の道具とされている、つまり、まあ、人権とか尊厳とかそういうのがなくてですね、単なる社会、経済社会の、一部部品として、物として取り扱われている、そんな感じでしょうかね。つまりこの世の価値観が間違っているわけですね。拝金主義になり、人間よりもお金が大事になっちゃってるからストレスが多いんではないでしょうか。そしてその原因が偶像崇拝だと思います。偶像崇拝っていうのは、神じゃないものを神として拝むことによって悪魔の力を受けて、悪魔の考え方を持ってしまうということですね。人間を尊重し、人間を愛するようなことは偶像からは来ないということですね。そんなの当たり前だ、そんなストレス社会当たり前だとみんな思ってるかもしれませんが、それは、その本当ではなくて、そうであってはいけないんだということですね。私たちはこのストレス社会を、間違ったことなんだということを理解しなければなりません。それに同調したり、それに諦めてしまうのではなくて、イエス様が言われました、神の国とその義を求めよ。クリスチャンはですね、気がついたのです。クリスチャンはこの世が悪魔が牛耳っていて、人々を奴隷化して、人々がですね苦しむこと、苦しんで病気になったり怪我をしたり、人々がね、自暴自棄になったり、それはサタンの策略であり、それは罪の結果、人々が偶像崇拝する結果、サタンにさせられているという、そのメカニズムを見ることができるのです。しかし
イエス・キリストを信じるクリスチャンはそのメカニズムから解放されることができるのです。クリスチャンは偶像崇拝を悔い改めてイエス・キリストを信じるようになるのですが、その結果、お金第一の生活とかこの世第一の生活ではなくて、神の義を求め、神の御心を求め、私たちはまずイエス・キリストを第一として生きるようになるのです。そのことを通して私たちは、人間というものがどんなに素晴らしい存在なのか、神様に似せて作られてとても大事な存在だということが分かってきたのです。以前は人間を人間として見なかったような生き方から、人間を本当に罪人かもしれないけれども罪人かもしれないけど神様に似せて作られた素晴らしい存在だという人間観が変わったわけですね。そのことを通して私たちは罪というものが分かってきたのです。人に悪意を持ってはいけない、人を憎んではいけない、人を恨んではいけない、人に親切にし優しくし、人を良くしなければならない。私たち人間は人間に対して私たちは正しい態度を取らなければならない、正しい思いを持たなければならないということ、イエス・キリストの教えによって理解することができたのです。皆さん、この世の価値観が間違っていて、この世の価値観が間違っていて、イエス・キリストの教えが正しいということが分かってきたのです。分かってきたのです。今までの考え方が間違って、この世の価値観が間違っていて、この世の自分の思いが間違っていることが分かったのです。私たちは、イエス・キリストの教えを通して、人間の正しい考え方、人間の正しい心、人間の正しい行動、人に対してどうすればいいかが見えてきたのです。アメン、アメン。皆さん、私たちは以前は暗闇の中に生きてましたけど、今イエス・キリストという光を受けて心が明るくなり、真理が分かるようになったのです。ぜひ皆さん、ストレス社会から抜け出しましょう。ストレス社会から抜け出すのです。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、ストレスのある闇の世界から抜け出し、神の国に入るのです。神の国に入るのです。神の国に入るのです。そこは自由であり、解放があり、喜びがあり、希望があり、愛し合うことができる素晴らしい世界なのです。誰でもイエス・キリストを信じるならば、その神の国に入ることができるのです。誰でも罪の奴隷から解放されて、楽しい喜びのある人生になることができるのです。アメン、アメン、アメン。あ、リアツツいいですよ。リトルさん、どうぞリアツツしてください。リアトス来てくださるので、アメン、来てください。ああ、ずいぶん早いですよ。どうぞリアトス、リアトスするという、コメントが来た途端にリアトス、あれですか、ワープしてきたんですか。ああ、すごい、神様がワープしてですね、突然リアトスに来ました。今日はね、祈り会出てくださっていかがでしたか。いや、暑かったですね、みんなで祈って。ああ、わお、楽しかったですか。楽しかったです、ね、アメン。人生楽しいですか。アメン、アメン。いや、どんなことがあってもイエス様は導いて守ってくれます。アメン。
十字架の位置ありがとうございます。神の国に入ってよかったですか？よかったです。もうね、いやでもそれでもやっぱりこう戻そう戻そうという力はすごい感じていて、悪魔がもう一回そのストレス社会にこの戻そうとしてるわけですか、うんうん、あの世の中の仕事を別に全部否定するとかそういうわけじゃないんですけど、うん、なんだろうな、でも私はそのガジマさんの大会に出て、うん、献身すると神様のために働くぞっていう風に思ったのに、うん、やっぱり誘惑に負けちゃって、うん、月曜日に、バイトの面接を受けてきました。その後に証があるんですけども、はいはい、あ、リフさんありがとうございました、水曜日に、結果を、うん、連絡しますって言われて、うん、水曜日に電話がかかってきたんですよ、うん、でまだ決まってないから木曜日まで待ってほしいと言われました、うん、私が頭おかしいと言われてもいいです、あ、すいません今回辞退しますと。アメン。もう決まる前から断りました。アメン。断った理由は？断った理由はいろいろあるんですけど、うん、やっぱり今その家族にやっぱ使える時間っていうのが、うん、ちょうど木曜日と日曜日休みの仕事で、うん、祈り会も来れるし礼拝も出れるからいいんじゃないかって思ったんですよ、うん、でも家族と本当に家族に使える時間がなくなっちゃうと思って、うん、最近ちょっと祖母の施設に行くのサボってたら、うん、最近祖母がしょぼーんとしてるんですよ、うん、やっぱりそのクリスチャンは世の光として出ていかなきゃいけない、うん、アメン。で、別型の親戚もちょっと最近ご病気で、お見舞い行ったりするんですけど、やっぱり仕事しろ仕事しろって言うの。でも仕事してたら見舞いにも行けないんですよ、うん、やっぱりまあ、その仕事より家族が大事っていうのだと、うん、まあ予定と一緒じゃないですか、うん、でも仕事よりも神様のために働くってことが大事だと気づいてます。アメン。いや働き価値観が違うんですよね、うん、この世の価値観はやっぱりこのまず仕事とかまずお金とかまず自分の何かを確保するみたいなね、それがこの世の価値観ですね。でもイエス様が言ってる価値観はまず何が大事なんですか？何が一番大事なんですか？神の国。そうですね、神の国をまず第一に求めよう。つまりその自分の生活生計のことよりも自分の食べてる食べ物とか生活よりも神の国が優先しなさいっていうことなんです、うん、でやっぱりそのさっき遠藤一人になったらどうするんだって、まあ、うん、あリトルですって言わなくてもみんな分かってるか、うん、まあ遠藤って言うんですけど、なんだっけ、そう一人になったらどうするんか、やっぱり食べれない寝るとこもないとか着るものもないっていう風に考えると恐ろしいですね。だから言われた通り仕事しようかなと思うんですけど、神様は養ってくれるんですよね。アメン。いや目に見えないからやっぱりなかなか信じることってできないですよ、うん、ぶっちゃけ。でも不思議なことがやっぱりいろいろと起きてて、昨日ですね、教会、まあ、私もねちょっとやめたいなってこぼれたりしたこともあるんですけど、やっぱりその最近ちょっとそうですね、教会でもいろんな信者さんの流れがあってって祈ったんです、祈ってたんですよ。やっぱり男性は女性の頭だっていうじゃないですか、まあそれは夫婦の例えで、でも教会でもそうで、やっぱりこのもう私がこう先頭立ってなんかやるぞわーってなった時に自分の力じゃできないし、やっぱり女性なのでやっぱりその男性の力っていうのは必要だと思うんですね。そういう恋愛とかそういうことじゃなくて、その教会でも牧師がね、今女性の牧師さんとかもいるけど、やっぱりそういうなんかこう、そうですね、最近教会も女性も増えてきて
すごい楽しいんですけど、うん、あの男性の方もなんか もうちょっと増えたらいいなみたいな祈りをしてたらですね、うん、なんと朝ある兄弟からメールがかかって、うん、あって今日帰ってきます、アメン、今日帰ってきます、アメン、今日帰って、本当ですよ、本当、アメン、椅子用意していいですか、椅子持ってきて、あ、何ヶ月ぶりですかね、あの帰ってきた兄弟を紹介します、おかえりなさーい、おかえりなさーい、まあ一言ぐらい、ただいまアメンアメン、アメン、椅子座る、そこ、嬉しいですね、びっくりしましたよ、本当に昨日祈ってたら今日帰ってきた、ねえ、これなんかちょっとあ何か喋りますか、喋りますか、何か質問してください、あ、質問そうですね、お元気ですか、あめ、信仰に燃えてますか、燃えてます、わお、はい、わお、素晴らしい、そうですね、今何を一番感じてますか、このぐらい、そうですね、自分一人で信仰はやってないってことですね、あ、アメン、あのみんなが一緒に協力して初めてイエス様を喜ばれる、うん、互いに愛し合いなさい、それがよく分かりました、アメン、はい、私たちはあのバラバラじゃないんだという、お互いにこう信仰によって必要としてるという感じ、そうですね、ね、イエス・キリストにあってつながってるんだみたいな、そうですね、アメン、はい、わお、それが神の国という、神の国というのはこう本当にあの神様の愛でこう 絆がある、まあ、あの巷でも絆っていう言葉が流行ったんですが、あれはまあ肉的な絆、本当の絆じゃないかもしれませんね、本当の絆が必要、それはイエス・キリストを信じる信仰の絆だと思うんですね、なんか緊張しますね、緊張します、緊張します、ちょっと、ちょっと、2人の話を聞いてようかなと思ったんです、ああ、そうですね、何を聞いたらいいでしょうかね、そうですね、これから、こう思わされているビジョンは何ですか、ビジョン、思わされているビジョン、まあ、今まではその賛美したりあれみんなで踊ったり、はい、あと聖書学んで愛し合って、うん、でいろんなバーベキューとか、うん、お祭り配信とか、うん、いろいろやりましたよね、うん、それが楽しかったんですよ、うん、単純に、うん、単純に楽しかったんですけど、それだけじゃ僕の中でちょっと上乾く気持ちがあったのも事実で、うん、で聖様とかイエス様にあれもっとこう命がけ の、うん、あの信仰が欲しい、アメンって言って、それで試みに合わせてくださいって、うん、お祈りしちゃったんですね、あそしたら、こういうことになってしまったというか、うん、信仰の旅に出ることになってしまったんですね、うん、でその信仰の旅っていうのは、まあ、その肉を焼くというか、うん、イエス様は貧しい者のようになりなさいと言われました、うん、人々を支援するときに、うん、その人の気持ちに立った支援こそが本当の支援で、うん、その人たちの気持ちがわからないうちは、うん、僕は本当の、助けというか救いができないと思う、うん、支援ができないと思ったんですね、だから自分はいろいろ恵まれてて、兄弟姉妹にも愛されてて、そのことが一切全部一回捨てて、うん、ゼロになって、うん、で貧しいもののように生きようと思ったんです、うん、それはイエス・キリストの足跡を追うことでもあるし、うん、それによってイエス・キリストが私たちに教えてくれた愛だったり従順だったりを学ぶことだと思ったんです、でその先にまあ、いろいろ示されていろいろやってきたんですけど、まあ、いろんな人に助けられて先ほど言ったんですけど、どっちがクリスチャンか分かんないような、本当に日本人の人っていうのはみんな優しいんですね、僕がこう倒れてるか、ね、地面に寝てて夜を明かしたりすると、あるおじいさんがこう前通って、あれ兄ちゃん飯食ってっかって言って兄ちゃん飯食ってっかこれ食べろよって言ってパンくれたり、 あとは
教会探して、ある一つの教会に行かせていただいて、そこに僕クリスチャンなんですってことを説明したら、入って入ってって兄弟よく来てくれましたって。でお腹空いてない、お風呂入ってないの、あれ寝るところは、外で寝てたの、じゃあここで寝なさいっていうことで、全てこういただけて、その優しさに本当に助けられながら生きてたんですけど、で最後にですね、でもそれも限界がありまして、どこかでその自分は信仰で生きてたつもりだったんですけど、これもう悪魔の策略なんでしょうけど、それって結局紙一重なんですね。信仰で生きてるのと、自分を誇って肉で生きるのと、で僕は知らず知らずのうちにこう土産話持っていくぞみたいなそんな感じで、なんかやってやるっていう思いが来ちゃったんですね。その時に神様怒られて、僕を山の中で断食もしてたんですけど、断食に加えて1日18時ぐらい、それが歩いてなかったんですよ。最初は3時間ぐらいだったんですけど、その当時はもう18時間ぐらいまで歩いて、1日18時間歩いた、18時間、もう本当に意味がないです。意味がないことをずっと最後はしちゃってて、で最後神様怒って僕を山の中で気絶させて、気絶しちゃった、倒れたんです。倒れちゃった、炎天下で30何度の中2時間気絶してた、それで僕気づいた、肉を誇ってたことを悔い改めて、静かなところで断食したい、で戻ったんですね。でも結局その一回やられちゃったから、それまでは兄弟姉妹にいろいろ励まされてメールも送ったりしてたんですけど、もう肉にやられて、悪魔にやられて、もう僕はその自暴自棄と、なんかいろいろな感情で閉じこもっちゃった。で兄弟姉妹のメールとか連絡にも全然答えられなくて、もう拒否ってたんですね。拒否ってた。でもある時ですね。ある時ですね。兄弟の方々の YouTube の動画を見たんですね。それを見た時にすごく感動して、アメン、涙して、すごい人も減ってきてるし、前以上になんか熱もなくなってきてはいるんだけど、でもその中になんとかここを守ってやるっていう、なんとかみんなで忍耐して協力してイエス様を明かししようって頑張ってる人たちがいたんですよ、そこに。それを見た時に僕は悔い改めて自分一人で何かやるんじゃなくて、兄弟のためにやることこそ本当なんだ、アメン、アメン、神を明かししよう、それが本当の神の喜ばれることで、天なる父、私たちの父が喜ばれる最高の油注ぎだと思ったんです。アメン。その時に僕は戻ろうと思ったんですね。で最後はみんなの愛の中で終わらせようと思いました。わお、わお。だから感謝してるんですよ、みんなに。前以上に皆さんの愛を知れたし、皆さんが必要だとも思ったし、僕にとってかけがえのないことだって前も言ってたけど、確信して、わあ、感謝します。アメン、わお、嬉しいですね。で感想は、いろいろあるんですけど、旅の道中に犬に襲われたとか、あ追っかけられたとか、噛みつからなかった、大丈夫。イエスキリストの皆によって出てけって言ってるんですよ。あ、わお、犬にで、その前に。いやそのテンションじゃないですけど、その前に家畜小屋があって、そこを見た時に僕すごい悲しい思いになって、イエス・キリスト、動物に対する愛によって僕は信仰に目覚めたっていうのも一つあって、どうやったら動物たちを救えてあげれるのかなって、思った時に、クリスチャンが管理する、愛のある敬虔なクリスチャンが神の愛で
動物たちを養うときに、僕は本当の、動物たちの、なんだろう、救済というか、そういうものになるんだなと思ったんですよ。だから僕たちは君のために、君たちのために、絶対に、世の中クリスチャン多くして、もちろん君たちのためにもあるし、あとはその愛する神様に乗せられて救られた人たちを、救いを求めている人たちを少しでも救うぞ、待っててくれっていうお祈りした時に途端に犬に襲われたって。ああじゃあ悪霊がいた犬だったかもしれないね。あのね、被造物が神のこの現れを待っているという箇所があるんですね。動物たちはね、クリスチャンが現れるのを待ってる。アメン。被造物が藻に服してるとも書いてありますね。だからクリスチャンが動物を正しく管理できるみたいな、そういうのね。今の動物虐待というのはまさにですね、そのノンクリスチャンがその罪のゆえに動物さえも結局はお金の道具として取り扱ってるみたいなね。で、動物だけじゃなくて人間をお金儲けの道具に使ってるというのがこの世の悲しさなんですね。でも神の国をね、求めましょう。アメン。アメン。私たちはね、この、闇の世界を変えることがキリストにあってできるんです。アメン。人間にはできないけれど、イエス・キリストが十字架にかかってその道を開いてくれたのです。あれ、もう一人いますけど、ね、あ、ちょっと待って、聞いてみてください。もうそろそろいいんじゃないですか。来ますか。もう一人ゲストがいるんですね。コメントどうぞ。あ、どうぞ。こんにちは。パンさんですね、パンさん。おお、若い、こんばんは。命のパン、ね。パンさん、何かコメントどうぞ。いきなり呼ばれちゃって。いや、でもさっき言ってた。いや、分かりますね。というか、なんか何喋っていいのか分からないんですけれども、まあ、一応、まあ、流れでこういうこともあるんだなっていうね。うん、今日祈り会に参加して一番思わされたことは何ですか。本当は禅の構想の手紙を持ってね、信仰なのか救いな、信仰なのか修行なのかっていう、まあ、爆弾を持ってね、ここに、まあ、テロでも起こしに行くような覚悟でね、うん、来たわけですね。信仰か行いか、まあ、手紙あるんでちょっとせっかくだから持っていきましょうか。本格的なね、禅の構想。いいっすあれはカバ結構ね、筆書きのちゃんとした質問をね、禅の構想に送ってたわけなんですね。それが帰ってきて、うん、私なりに真剣にぶつけたわけですよ。要するに、信仰で救われるのか、ね、修行で救われるのかということですね。本当に聖書ではどっちだって書いてありますか。聞いてなかった。信仰で救われるのか行いで救われるのか。信仰。アメン。信仰によって義とされる。なぜ行いで救われないんですか。まあ、立法っていうのあるのは、うん、立法は人間がそれを守れないっていうのを気づかせるために書かれたっていうことですよね。で、あとはそのなんだっけな、まあ、信仰のある行いとかはいいんですけど、やっぱ信仰がないと、まあ、意味がないというふうに聖書では言ってる。修行で救われたら誰が誇りますか。まあ、ブッダ。修行で救われたらですよ。修行で救われたら誰が誇ります。修行したのは誰ですか。まあ、私が話すと非常にややこしくなるんですけれども、あのブッダが一応道を開いてくださって、もうここまで来たら真剣勝負ですよね。もうこんな、もうつばぜり合いみたいなね、
もうここに来てここまで来ないともう決着がつかないような、それぐらい難しい問題じゃないですか、念仏教かキリスト教かは。あのね、基本的には修行して修行して救われ、あの誇るのは自分なんですね。だって自分が修行して自分頑張ったってなるね。だから修行して救われたら自分誇るわけで、でも そうなんですけど、うん、まあ一応仏教徒も、まあ私は今日は話をややこしく、まあね、うん、ちょっとぐらいそのうちまた祈りの時に、うん、あれなんで、せっかくなら私はね、そんな簡単な問題じゃないと思うんですよ。やっぱりお釈迦様が我々にできないことを切り開いてくれて、それを私たちはただその後輩としてただ進んでいくだけで、ある種本当にイエス様かブッダかっていうのはそう大きな問題で、だからまあそんなこと本当話して、もうさ、私は多分さ、もうね、キリスト教から言えばサタンに取り憑かれているようなサタンが話をされているような、ただまあまあ本当にあの簡単に言えばブッダブッダを信じて救われたら、まあ、ブッダは誇るかもしれませんね。でも自分が修行して救われたら、まあ、自分を誇るんじゃないかと思うんです。でも私たちはイエス・キリストを信じて救われるわけですね。でイエス・キリストを信じて救われたら誰を誇りますか？イエス・キリスト、主イエス・キリストのみ。そしてイエス・キリストを信じて救われるのは十字架のおかげなんですね、はい、ただね、イエス・キリストは何もしなかったんじゃなくて、そのイエス・キリストが十字架にかかったその犠牲、その行い、つまり神の行いによって救われるのが救いなんです。アメン、アメン。人間の行いと神の行い、どっちが優れてますか？神の行いです。どうしてですか？人間は限界があるし、うん、そのなんかいつも人間がやることっていうのはいつでもなんだろう、神と正反対のことというか、うん、悪いことばかり。人間の行いはどんな行いですか？人間の行いは、人間の行いは肉の、まあ自分の好きなことをなんかするとか、肉的な欲望とか。そうですね、人間の行いは、そのなんていうんでしょうかね、いい行いじゃないんですよ。例えば女性を見るときも、普通の人間的な見方をすると美人だとか、うん、スタイルがいいとか、そういう社交的だとか、そういうところで見ると思うんですけど、神の目で見た時の女性っていうのは、あのもうそういう見方をしない、あれ本当兄弟姉妹というか、兄弟姉妹として見るから、その人個人を愛さないってことです。相対的に愛せる人こそ本当に妻をもらっていい人、それがクリスチャンの考えです。みんなを個人を特定に愛すればできますよね、誰でも。でもクリスチャンっていうのは土台に全人類があるんです。それを愛せる人がたった一人を愛する資格をもらえる、それが本当の神の愛、クリスチャンとしての信仰結婚な感じがします。十字架の行い、なぜ十字架の行いは優れているんですか？イエス様が、イエス様に感謝しながら行いをするっていうことだと思うんですけど、十字架の行いの素晴らしいところは神様に栄光を返す、うん、それから、それからそのやっぱ自分は罪人だって、そのためにイエス様が十字架にかかってくれたっていうことを感謝して行うっていうことですか、うん、うん、あの十字架の素晴らしさは、まあ、一言で言えないんですけど、そうですね、分かりやすいことで言えば、神様が罪人を許すために自分の一人子を犠牲にしたということ。アメン。すごいことだ、すごいことだと思わない？だって神様は、神様が罪を犯したんじゃなくて人間が罪を犯したんでしょ。神に、あの、背いて、そう、その神様が本来は人間をこう罰するわけでしょ、本来罪人だからね。でも神様が人間を罰しないで、自分の一番愛する子、自分が一番大事、神がとって一番大事な子を、その
罪人の代わりに命を殺して犠牲にして身代わりにしたという。アメン。これはちょっとですね、こう想像つかない神の行いなんです。僕は第3の、あの言葉で印象的なのが、私たち人類のために死んでくださった方、犠牲にして死んでくださった方を私は歴史上で知らない。アメン。そんな愛をこの世に体現、あれ実現した人は一人もいない。だから神なんですって言ったんです。アメン。僕はそれがすごい印象的です。そこにですね、そこに神の、ね、本質、神の栄光、神の愛が現れてるんです。アメン。十字架に、まあ、十字架をの行いを見るときに、私たちは神を見てるんです。神の愛を見てるんです。目に見えない神が十字架によって神が見えるんです。アメン。ですからそれに対して神の行いに対して人間の行いはいかに醜くて、いかにね自己中で、いかに汚れていて、いかにね良くないものかということをまず私たちは知らなきゃいけないんです。アメン。皆さん20年30年40年50年60年生きてきたでしょう。その60年の間どれほど悪いことをしてきたんですか。どれほどとんでもないことをしてきたんですか。人間のすることはめちゃくちゃじゃないですか。なんか殺戮で奪って残虐な行為をした結果、なんかそれが応用されて現代の私たちの利便性とか便利性に変わっていくっていう、なんかすごくなんだろう、皮肉っぽい感じですね。さっきのね、お金のために人間を動物のように扱うとか、人間を人間扱いしない、社会を見ても歴史を見てもね、もう自分を見ても人間の行いがどれほど罪深いのか、どれほどとんでもない行いなのか、それに気づく必要があります。アメン。ああ神様、とんでもないことをしました。とんでもないことをしました。私たちは強盗であり、人殺しであり、とんでもない罪人です。ごめんなさい。皆さん、それが十字架を見たときにそのコントラストが見えるのです。罪人と神様、罪人の行いと神の行い、罪人の汚れと神の清さ、罪人のね、その無慈悲と神の愛のコントラストが十字架を見るときに見えるんです。わかるんです。わかったのです。アメン。クリスチャンにはそれがわかったのです。わかったのです。以前は見えなかったけど、十字架の光によってわかったのです。アメン。アメン。アメン。サーカイのようになったんです。アメン。まさに今本当に十字架にね、イエス様と一緒に立ってるザーカイでしたっけ。変なほらね、なんかほら十字架のゴルガドの丘で一緒にかかってるね。ああ、ほらこの高い位置にいて、そうなんかまさにそんなような感じ。アメン。イエス様の両端にね、ゴトがいたという、なんか変なところに来ちゃったみたいな。アメン。なんか全然ねでも石井さんすごい楽しそうじゃないですか。まあ、出ろと言われて、まあ、出ざるを得ない、うん、でもそうですね、まあ、だから、まあ、私ね、この放送ね、まあ、半年間見てきてね、うん、まあ、あっち側にいるのも、まあ、飽きたのでね、まあ、せっかくこっちが、あれですよね、まあ、別に石井なんてのは、どこにでもいるから、別にいいですよ、だから。
石にラブここまで来ないと本当になかなか難しい問題ですよね、まあ、ここまででもそうだから座会でしたっけ、やっぱり十字架に一緒にかかって、あ、それは座会じゃないんですけどね、他のこと、え、延長、いや、いやこういうなんかめちゃくちゃの終わり方っていうのも私は見たかったな、なんか本当になんか延長する、いやいや、そこまで私も相対体力ない二人のことね、二人のこと、じゃあね、何かまとめしましょう、じゃあね、じゃあ最後、ファイナルコメント皆さん少しずつ言ってください、1分ずつ、はい、いやちょっと今急所に質問しようと思ってたんだけど、まあいいや、まあローマの12章にもあるんですけど、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんと、まああるんですけど、本当に主税人が私を見て、私は罪人です、憐れんでくださいと言ったように、本当に、信仰を持っても、まあ、個人的なことなんですけど、私は、いつも思い上がって、日々悔い改めていかなきゃなと思います。今日何人かで放送して、こういろんな一人一人たまものが違うように、いろんな話を聞いて、リスナーさんもいろんなことを感じたと思います。まあ、私は本当に高くなってるものは低くされるので、本当に日々悔い改めて気をつけたいなと思います。すいません、ちょっと感想みたいになっちゃったんで、アメン、はい、じゃ時間ないんで短く言います。皆さん、信仰持ってる方も持ってない方も、疑問に思ったことを、あれ上乾いていることをしたいっていう欲求があるんだけどできないこと、そういうなんか我慢してることがこの今の世の中であるとしたら、ぜひ、恐れずに行動してください。イエス・キリストは必ず、あなたに、とって最善の油注ぎをくださいます。キリスト教は体験の宗教ですから、皆さんぜひ体験して神の愛を感じてください。アメン、アメン。そうですよね、まさにね、爆弾発言を持って来たような犯罪者みたいな人がね、こうやってね、十字架の上でイエス様に会うみたいなこともあるので、本当にまあよく分かりませんけど、とりあえず、ね、ストレス多いので突破口はどこかっていう一つのにやっぱりイエス様があると、やっぱ、まあ私もブッダかキリストかまだ迷ってるんですけど、やっぱりそれぐらいのものが、アメン、アメン、アメン。やっぱり私たちがですね、こう本当にこう解放され喜んでいる姿、もうこれは本当証ですよね。だから私たちはイエス様の教えを述べ伝えるし、十字架を述べ伝えるけど、でも実際に本当かどうかは私たちの、まあ、こう生き様というか表情というか、まあ、それで証するしかないですね。でも皆さん喜んでるじゃないですか、アメン。私たちもう楽しいじゃないですか、それも一時的じゃないですよね、もう本当にいつも楽しんでます。だから皆さん、私たちのこの喜び、私たちの希望を見てですね、証として受け取ってくださると嬉しいですね。ストレス社会から抜け出しましょう、アメン。この世のしがらみから抜け出しましょう、アメン。信仰生活でも大変なことあるけど、イエス様が一緒です。そうです、イエス様が一緒です。そうです、イエス様がいれば何も恐れることはあり、そうです、恐れるな、私はあなたと共に、たじろぐな、あ、忘れちゃった、強くあれ、大きくあれ、神は共にいます。そう、私たちの中にイエス・キリストがいるのです。目に見えないけどイエス・キリストがいるから、だから、力もあるし元気もあるのです。キューちゃん本当に元気ですよね年齢を感じない、はい、油そうですね、悪役でも何でもいいからね、この放送に出られて嬉しかったです。ああ、ありがとうございます、光栄です光栄です。じゃあありがとうございました、皆さんまた明日、おやすみなさい、シャロン、シャロン、アメン、アメン、シャロン、シャロン、アメン、シャロン、シャロン、アメン。